治さん、元気があれば何でもできる、元気があれば質問もできるということで、猪木の常識非常識で通ってます。すいません。アントニオ猪木委員に申し上げます。最初のご発声は元気が出るだけでなくて心臓に悪い方もいらっしゃると思いますので、今後はお控え願いたいと存じます。参議院予算委員会で猪木議員は北朝鮮問題などで安倍総理大臣との論戦に臨みました。去年11月に無断で訪朝し、党員停止の懲罰を受けた後初めての質問でしたが、いきなりの絶叫に再び山崎委員長から注意を受ける事態となりました。ただ安倍総理は猪木さん対ハルク・ホーガンとの戦いはテレビの前で熱中しましたとリップサービスしていました。